ははいこんにちは今緊急で動画回してるんですけれどあのですね最近、まあ、昨日今日ぐらいからやたらとですねあのダイレクトメッセージとかで「文春に出てたミス日本と不倫した筋肉医師って三木谷先生ですか?」とか「 「なんか文春法をくらったミス日本」と不倫した有名40代イケメン筋肉系美容外科医って三木屋先生のことですよねとかねそういうメッセージがねやたら来るんですけれどこれ何のことだろうと思ってさっき調べたんですけれどまあネットでで検索したんですよそうしたら「文春オンライン」が引っかかってでヤフーニュースで出てたんであのペイペイ残高でですね220円支払ってその「文春オンライン」の記事をですね ね、読んでみたんですよね。そうしたらミス日本コンテストグランプリでモデルの C のカロディーナさんっていう方がですね、ま26歳のすごい綺麗な方なんですけれど、その人がミス日本グランプリになったんですよね。でその方ね、ウクライナ人の両親のもとに。 生まれて5歳で来日してで昨年日本国籍を取ったっていう方なんですよでまあそれはおめでたいことなんですけどそのミス日本になったカロリーナさんとあの医者がなんか不倫してたとまあ、そういうニュースだったんですよそれで文春報を食らったってことなんですけどでその不倫してた医者がなんか美容外科医で有名イケメン筋肉医師 って呼ばれてる人なんですよね。うん。っいうことなんですけど、で、最初に話しておきますけど。あの。ミス日本カロリーナさんと不倫した。有名。イケメン。筋肉系。美容外科医は。あの、私ではありません。はい。あの、別のお医者さんです。はい。全然違うお医者さんです。はい。ということなんですけど、その。不倫した。有名イケメン。筋肉系、えー。美容外科医。 はですね、あのその人のもを調べたんですけれど、その人はですね、あの本当に筋肉結構ついてるんですよ。なんかベストボディジャパンの40代のクラスで優勝してるらしいんですよ。でちなみにこのミスミス日本のカロリーナさんもベストボディジャパンで総合優勝してるらしいんですよね。あの知らない人のためにですね、簡単に説明させていただきますと。 ベストボディジャパンっていう、まあ、体のかっこよさをコンテストするそのボディメイクの団体がありまして、まあ、ボディビルとかみたいにねガチムチっていうよりかはなんか,かっこいい逆三角形のなんか健康的な美しい体を競い合うっていう感じで筋肉がでかければでかいほどいいっていうわけじゃないですけど、まあ、やっぱり出てる人見るとね男性は筋肉ムキムキ、まあ、痩せマッチョ痩せマッチョコンテストみたいなやつなんですよ。うん、で カロリーナさんもベストボディジャパンで総合優勝しててイケメン筋肉系有名美容外科医もあのベストボディジャパンの40代のクラスで優勝しててで結局その不倫した40代のイケメン筋肉系美容外科医はその最初はなんか食事だけだったんです らしいんですけど結構そのお医者さんイケメン美容外科医の方がカロリーナさんに入れ込んで,でデートを繰り返してカロリーナさんの家に何度もお泊まりに行ったっていうことなんですよ。これ全部あののの文春の記事の内容ですからねでだけどそのイケメン筋肉系美容外科医の先生はですねあの妻子持ちだったんですけれどあのカロリーナさんにはあの妻とは離婚しているって言って。 で付き合ってたんで、まあ、カロリーナさん的には「不倫のつもりはなかったみたいなんですよ」あの文春の記事によりますとでその後なんか不倫ああの結婚してるってことが分かったみたいなんですけどであのカロリーナさんが言うには肉体関係はなかったってことなんですけど、まあ、何度も自分のお家でお,お泊りはさせてるっていうことなんですけど、まあ、お泊まりはしてるっていうことはあの間違いないみたいなんですけどね。 と、うん、いうことであのカロリーナさんと不倫したイケメン筋肉系美容外科医は私ではないですよということが伝えたくて今回緊急で動画を上げさせていただいたんですけど、まあ、ネットで検索したんですけどイイケケメメンン筋肉系40代美容外科でですすねあの確かにイケメンですよ、はい、なのであの顔に関してはあの僕はあのそのイケメン筋肉系美容外科医に勝ってる負けてるはちょっと置いといて。あの 筋肉に関してはあのギリ勝ってるかな？って思いますね。あので、かさだったら僕はあの負けてないと思いますね。はい、あのベンチプレス対決してもね。多分負けないんじゃないかなって思ってますけどね。はい、まあ、そういうことでまあ、それはどうでもいいんですけどで。まあそれは置いときましてまあ、それはいいんですよ。それはもうあのまあ、不倫良くないですけど。 犯罪でではないわけですよね、まあ、最近文春法で多いのはスポーツ選手とかお笑い芸人さん、まあ、その性犯罪なんですよね性加害をしてるあとあれジャニーズ北川さんジャニー喜多川さんもあれ性加害犯罪行為をしていたわけであってただ不倫っていうのは違法ではあるけど犯罪ではないんでその今ずっと続いてるね文春法の犯罪性犯罪に比べればあの 悪いことなんだけれど、犯罪してる人に比べると、まあ、若干緩いかなと。でも、あの、違法行為なので、悪いことですよ。あの、奥さんとか家族には多大な迷惑をはね、被ってるわけなんで。っていうことなんですけど、まあ、結局ね、こういうニュース見るとね、やっぱ文春法怖いなって思いましたね。うん。なんでかっていうと、まあ、ちょっと前までは、 文春法ってちょっと下火になっててガーシー法が一番怖かったんですけどまあガーシーが逮捕されちゃってまあその結局 YouTube とかそういう SNS のメディアも封印されてしまった状態で、まあ、ガーシー法の脅威は去ったんですけどまあ今はね文春法がですね本当に怖いなって思って、まあ、ついに美容外科医がターゲットになってしまったかって思っちゃったんですよ。ずっとと笑い芸芸人さんあと芸能界の大物 ジャニーさんとかスポーツ選手とかがターゲットになってたわけなんですけれどまあ、美容外科医がターゲットになったんですけど、まあ、美容外科医がターゲットになったっていうよ。りかはまあ、本当のターゲットはミス。日本のカロリーナさんなんですよね。まミス日本って言うとみんなね。日本中の人が注目するわけであってで、ただでさえね。そのカロリーナさんがミス。日本取った時結構ね。あの批判の声が多かったんですよ。っていうのは？あの両親ウクライナ。 ウクライナ人人ななので白人なんで白んすよ見た目は白人実際白人なんですけどでも国籍は日本なのであの僕は白人の方がミス日本を取るのは全く問題ないしあの悪くないと思うんですよ。ちゃんとコンテストでですね、えー、ジャッジして優勝したんだったら僕は問題ないと思うんですけれどだけどネット上の声とか見るとねミス日本なんだから白人をグランプリにするのはおかしいだろうとやっぱり 日本女性である日本女性といえば黒髪のですね黒い目の女性をグランプリにするべきだっていう声が結構あって批判されてるわけでその批判の中でこの不倫騒動なのでまあより盛り上がってるってで記事も売れてるっていう状態なわけなんですけど本当のターゲットは。 あのカロリーナさんなんですけどその不倫相手が美容外科医なんで,でその美容外科医も結構有名で本とかも出してるんでより燃えてるっていう状態なんですけどまあついに美容外科医がターゲットになってしまったって僕はね感じておりますね。だって実際に名前も顔もねネット上にさらされちゃってるわけなのでうんまあ美容外科医ってっていうか美容外科医だけじゃなくて今歯医者さんもねお医者さんもねあの内科とか 外科とか開業医さんとか、まあ、あるいは大学病院とか大きな病院に勤めてるお医者さんでも、まあ、ほとんどのお医者さんもですねやっぱり名前と顔を出してるんですあと経歴も出してるんですやっぱり顔と名前出してて経歴も分かってる方があとどんな専門医とか持ってるかとか分かった方が患者さんとしては安心するんでまあ 顔と名前、上が晒されちゃってる状態なんですよねだから今医者とか歯医者が何かで悪さするとすぐネット上にさらされてしまうっていう状態なんですよね。うん、で僕思うんですけれどあの美容外科医とかあと美容皮膚科医とか美容医療に携わってる人って僕の周りだけかもわかんないんですけれど僕の印象だと半分以上のお医者さんがもう男女ともにね えー、不倫してるとか不倫経験のある人だと思うんですよ、うん、うん、まあ、半分以上が不倫してるんじゃないかなって印象なんですあの僕の周りっていうのはその高須クリニックのお医者さんじゃなくて高須クリニック以外でも美容外科とか美容皮膚科医たくさん知り合いがいてその周りの人の話聞くとまあ、半分以上不倫してるんじゃないかなって感じなんですよね高須クリニックのお医者さんねあの意外にねインキャラが多いんであとかなり年 言ってる先生も多いんですよもう60代70代のお医者さんとか結構年いっててあと寄婚者が多いんですよね、まあ、ほとんど既婚者なんですけど高須クリニックのお医者さんはねあの不倫あもうしてないんじゃないかなって感じなんですけど、まあ、それを置いておきましてそれ以外の、まあ、結局若いお医者さん今研修医上がりでその大手に勤めてなんか。 ちょっと悪徳ぼったくり系とか言ってなんか稼ぎ荒稼ぎしてる、ね、チ,ャラチャラチャラしてる若いお医者さん多いじゃないですかああいう人たち見てると既婚者を見てもやっぱり半分以上の人はね不倫してんじゃないかなって感じがするんですよねな僕のの周りがたまたままそうななかかも分かんいいしあるいはね。 医者同士で不倫っていうのも多いですよね。男性のお医者さんと女性のお医者さんとかやっぱり綺麗なね。調理さん多いのと、あとイケメンが多いんですよ。男のお医者さんもだから、あとまあ結構遊び人とかが多い。遊び人が美容の道進むっていうことがねまあ。結構多いんですよね。うん。 はい、っていう感じなんですよねだからそれ考えると美容外科医とか美容皮膚科医をターゲットにするともうネタがねほんと無限大にあるんですよねだってめちゃくちゃ医者の数も多いしさまあ、ね、何万っていう数いるわけだしね。で結構ね美容外科医って芸能人と付き合ってる人多いんですよこれ本当にあに裏情報で誰,誰と誰が付き合ってるとかね 大分大学不倫してるって言えないんですけど、結構有名な女優さんとかモデルさんがですね。美容外科医と付き合ってるとまあ、それ不倫とかもあるんですけれど、不倫以外でも普通にその独身の美容、外科医とモデルさんとか女優さんが普通に交際してたりとかね。結構あるんですよ。これ意外にうんあるんですよ。これ。 うん、でもこれ誰がとは言えないんですけどまあ僕は裏情報であの大体分かってるんですけれどっていう感じなんですよね。っていう感じなんですよね。あと美容外科医特に若くてチャラチャラしてるお医者さんって何かやったらその男女入り乱れたねなんかパーティーとかなんかクルージングとかね飲み会とかすごいやってるんですよね。で中には未成年も交えてとかそういうい 話も聞くんで,でガーシーなんかは「あのそれ晒してやるぞ」って言ってたんですよ「美容外科医どこどこ美容外科医なんとかって未成年がんたら」とか「あの晒してやる」って言っててで逮捕されちゃって結局晒されなくて命拾いしてるお医者さんって多いんで、まあ、今度は文春法の時代かなって思うんですよねだからまあ芸能人政治家スポーツ選手のネタが尽きたらもう美容外科医の方に行くんじゃないかなって。 と思って、まあ僕はね、怖いなってね、思いましたっていう動画でございました。はい、ご視聴ありがとうございました。